昔々、一人の農夫とおかみさんが、たとえ親指ほどの大きさでもいいから息子を授けてくださいと神様にお願いしました。子供子供子供、神様、子供をどうかお授けください。あなた、とってもいいもの見せましょうか。なんだ。そして月日は経ち、トムは立派な少年に成長しました。でもやっぱり親指ぐらいの大きさしかありませんでした。ヤッホー疲れた。まあトム、気をつけなさい。あ、干しぶどうだ。いただきます。たっぷり入れて。またお前ね。さあ、ピアノの練習をしなさい。嫌だな。楽譜がいつの間にか変わって自動ピアノになってしまいましたよ。わあ、ヤギさんの口の中にはいろんなものがいっぱい入ってますね。ヤギが苦しんでる。よし、待ってな。何を飲み込んだんだ。お前は野心だから、ほら口開けて。お前はトムじゃないか。いや、パパ、釣りに連れてってよ。ダメだ。お家へお帰り。それ。帰るのか。あれ？やった？
親指トムはこっそりビクの中に隠れてついていったのでした。一人前に魚釣りをしようとするのですが、餌を針につけることもできません。乱暴はよしなさい。この野郎。よし。僕はゴマじゃないよ。餌にする。海の中ではお魚さんに狙われます。嘘じゃない、食ってやる。ほら待て、ほら待てね、ほらな、ほら、あーお前助けて、待て、あーおあー失礼しました。おー、これは大物だわい。ドレミファソラシド。何がどうだ。こら、また言うことを聞かなかったな。罰としてお尻ペン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 。パパごめん。